の底力、今日も堂々勝利の大行進。空を焦がした真っ赤な炎は正義を守る篝火だ。弱い泣いてはもう飽きた、強い相手はどこにいる。我ら最強、我ら最強、最強マシンロボ。我ら最強、我ら最強、最強マシン。全宇宙を己の支配下に置くべくギャンドラーの魔の手はクロノス星全域に伸びつつあった。しかしそれを阻止せんと戦うロムたちの活躍に苦渋を舐めさせられることもしばしばであった。そのためギャンドラーはより強い傭兵コマンダーの必要性を感じていた。もう袋のネズミだぜ。殺すなよ、大切なデスコマンダーだからな。捕らえろ。もうその辺でよかろう。涙。ギャンドラーとの最終決戦を控えたロムたちは一緒に戦う戦士たちを求めて建設中の要塞都市バーミリオンシティを訪れていた。こんなに気持ちのいい朝久しぶりだわ。ああ、みんな寝ぼすけなんだから。うん、あら何かしら。あ、兄さん来て。んもう朝ごはんかい。これは。よかった、もう大丈夫よ。君はマルス、お前よく無事で。どんなに心配したか。あ、カーマおばさん。俺、一体どうして。かなり派手にやり合ったらしいね。体中傷だらけだったぞ。やり合う、俺が。なんだ、覚えてないのか。頭でも打ったんと違う。お前は1週間前のダムの事故で行方不明になってたんだよ。事故が1週間も前。1週間。何かのショックよ。心配ないわ。大きな事故の後はよくあることよ。俺は。さあ、資材が着いたぞ。どんどん運んでくれ。どう。おい、その積み荷はこっちへ下ろしてくれ。2、3人来て手を貸してくれ。
まだ本調子じゃないのに。カッコつけちゃってさ。責任感の強い子でね、ここを立派な砦にするんだって張り切ってるんですよ。これ以上休んでいられるかって。カーマさん、ちょっとお聞きしたいのですが、マルスは喧嘩なんかはよく？とんでもない。あの子は生まれつき優しい性格です。人を傷つけるなんてこと一度も。どうしたロブ？あの傷、よほど激しい戦いでないとつけられるもんじゃないよね。兄さん、私たちもここにいる間は手伝いましょうよ。マルス！あ、レナ！あ、危ない！レイナ！お嬢様！大丈夫？あ、ありがとう。あ、ごめん。チッ、マルスのやつ、どさくさに紛れてうまいことやりやがって。俺に一体何が起きたんだ。誰だ？マルス、こんなところで考え事？なぜここが？その胸の光よ。最初にあなたがいるのを教えてくれたのもその光だったわ。グリーンクリスタルって言うんだ。僕らロック族の中に時々いるんだよ。体を構成する岩石成分の中に突然変異で光る物質が組み込まれるんだ。突然変異なの？でもキラキラ輝いてとっても素敵よ、マルス。子供の頃はみんなと違うんでとても嫌だった。よくからかわれたよ。そんな、きっとみんなマルスのグリーンクリスタルが羨ましかったのよ。かもね。気にしていたのは自分だけだったのさ。そうよ、マルスには変わりないわ。私なんかこんな綺麗な石をずっと持っていられたらきっとお喜びよ。気に入った？え、とっても。もし僕が死んだら君にあげるよ、レイナ。嫌だわ、そんな、死ぬだなんて。冗談だよ。でもどうせなら好きな人に持っていてほしい。お楽しみの途中を邪魔して悪いが、俺たちとおとなしく来てもらおうか、マルス。レナ、こっち。ずいぶん探したぞ、マルス。ディオンドラ！デスコマンダー第一号のお前に、おとなしく我々のところへ戻ってもらわねば困るのだよ。デスコマンダー。氷河の中にいようと、身を焼く炎の中にあろうと、心に誓ったことを翻しはしない。力の攻めにあおうとも、守らなければならないもの、人それを尊厳と言った。誰だ？貴様らに名乗る名前はない。電通神剣稲妻二段斬り。かあ、うわっ。兄さん！レイナ！動くな、ロム。動くとこいつの顔がズタズタだよ。レイナ！レイナを離せ！お前ごときに命令される覚えはないね。レイナちゃん、お嬢様！待て！
レイダードクンタン、マルス、マルス、一体何が起こったんだ。ジェット、レイダーを追え。わかった。ジェット、なんてことを。マルス、目を覚ましてくれ。マルス、なんてことだ。振り向くな。頼む、振り向かんでくれ。マルス、すまん。俺のせいでレイナが、全てはギャンドラーの企みなんだ。事故で死にかけていた俺をあいつらが生き返らせたんだ。それも改造して。改造？しかし俺は奴らが精神の改造に手をつける前に逃げ出したんだ。ギャンドラーさえ倒せば、きっと君の体を元に戻す方法も見つかるはずだ。レイナは俺がきっと救い出す。命に変えてもだ。一人では無理だ、マルス。いや、俺がやる。俺自身の手でやらせてくれ。ただもし、もしまた変身したその時は、ロム、君の手で俺を殺してくれ。なんだって。頼む、変身した俺は俺ではなくなってしまう。俺は最後まで俺自身でありたいんだ。約束したぞ、ロム。マルス、心に怒りをかきたてた瞬間からパワーアップするデスコマンダーとは考えましたな。アイデアは認めましょう。しかし重大な欠陥もありそうですな。なんだと？意志というやつは甚だ厄介ですからな。このデビルリングさえつければ奴はこちらの命ずるままに動くはずだ。何事だ？デスコマンダー1号発見。こちらに向かってます。俺の記憶が正しければ、奴らは必ずここに。手間をかけさせおって。レーナを返してもらおう。あんたたちは俺さえいればいいんだろう。その通り。デビルリンゴ、何をする。精神コントロール装置さ。これでお前はギャンドラーの忠実な進化だ。なんだって。さあ、巨大化してその力を見せておくれ。断る。俺は二度と変身しない。なんだと。まあよい、そんな強がりも今のうちだ。私は信じないからね。マルスがそんな化け物だなんて。頑固なおばさんだな。オイラたちは見たって言ってるだろ。あいつが怪物だと分かっていれば。そうですとも、お嬢様をそばにな。おだまり。よせ、マルスのせいじゃない。レナだってそれは分かっている。ですがロム様。諦めず、もう一度探そう。やめて、もうやめて。このまま殺されたいのか、マルス。返事をし。俺は決して操り人形なんかにはならん。んこの。何をする。力
で押すだけが脳ではない。私に任せろ。無知を。レイナ言うことを聞かんとお前ばかりではすまん。お前次第だ。それやめるんだ。マルス、ダメよ。マルス、卑怯者。無知の音が嫌いなのさ、お嬢さん。マジだ。何？もっと行かれ。そしてロムを血祭りにあげるのだ。そう、せっかく作った砦をこれ以上壊されてたまるか。頼むぞ、ランドジャイアント。任しとけ。登ってきやがる。そうはさせるか。これでも食らい。サンキュー、ミサイルタンク。怪物め、オイラが相手だ。お嬢様、今助けます。ジム、大丈夫か。ロム様、ジェットさん。よし、自分を取り戻せ。思い出すんだ、マルス。ロム、ダメだ。奴は完全にギャンドラーに精神操作されている。やむを得。ジェット、レイナを頼む。オッケー。ジェット、俺たちも加勢するぜ。ありがたい。持つべきものは良きジェット族だな。ハイフォーメーション。行くぞ行くぞ、攻めるぞ、勝つまではどこまでも。やるぞやるぞ、見せるぞ、頑張るぞ。ロムの意志を受け、堅牢が空中で光となると、時を超え、次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイタン風は地上全てのエネルギーとシンクロし、
自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。大開封！デビルリングはバルス大丈夫か、バルスどうだバイカー君、ひとたび悪の心を持った者は二度と元に戻ることはできん。それが人の心というものだ。ガルディ様、あやつら人質を。放っておけ。ディオンドラ様の援護は一度助ければ十分だ。ここで手助けを期待するほどディオンドラも落ちぶれてはおるまい。前でありたいという願い叶えたぞ。マリス、何なんだいこれは。まあ綺麗。マルスの胸にあった宝石と同じものだ。マルス、レイナ、僕が死んだら胸の宝石は君にあげるよ。マルス、私との約束を覚えててくれたのね。改造により強化されたコマンダーを作ろうとしたギャンドラーの野望は崩れ去った。誇り高いロック族のマルスは、人が最後まで己として生きるためには命を懸けねばならないことをロムたちに教えたのだった。人の心すら操ろうとするギャンドラー、その飽くなき野望を叩くため、負けるなロム、戦え賢竜バイカンフー。ガデスの要塞母艦がクロノス星最大の町バッカスシティに着陸した。奴らの狙いはこの近くにあると言われる4つの秘宝だ。どうやらそれがハイリビードの鍵らしい。最後の戦いがいよいよ始まる。どんな困難が待ち受けていようと俺たちは負けんぞ。次回マシンロボクロノスの大逆襲、謎の遺跡4つの秘宝。闇を操り心を蝕む者たちを俺は許さん。